自刻機とされたロッキード・コンステレーションサンチアコ航空513便事件とは、アメリカのタブロイド紙、ウィークリー・ワールド・ニューズ、日本のオカルト・雑誌ムー、2001年9月放送の TBS 系列のバラエティ番組、嘘、ジャパンといったメディアが、航空機が消息不明となった後、35年後に発骨死体を乗せたまま突然現れたとする事件。 証拠となるものは存在せず逆に反証が多く存在しており都市伝説事実確認のないマスコミの情報伝達上の架空事件とされているアメリカのタブロイド紙ウィークリーワールドニュースは1989年11月14日号の15ページにおいて以下のような事件が発生したと報じたムー1990年3月号並びに2001年9月放送の TBS 系列のバラエティ番組、嘘、ジャパンにおいても紹介された。これらのマスコミは、バミューダトライアングルに消えた、航空機が帰ってくる、逆バミューダトライアングル現象と報道した。この事件に関する物証はなく、これに該当する事件もなかったことが、明らかになっている。したがって、この事件自体が、ウィークリーワールドニュースのオリジナルフィクションであると、考えられる。 そもそも、ウィークリーワールドニュースの、主な記事はジョークもしくは何らかのパロディであり、ウィークリーワールドニュース自体が超自然現象や、超常現象に関するフィクション並びにジョークを主に、扱う風刺タブロイド誌である。以下に、主な反論及び反証を挙げる。ビドプレーンミッシング435イヤーズフライ、スルータイムワープ。ウィークリーワールドニュース。 p15https://books.google.co.jp/books id="toadamwatch a n lpg="pa1&hl="ja&", p グラム g コール p a 1 5 b o n e p a g e q f f フォル e 2 0 1 5年12月22日閲覧。Chapter 3 ICAO Aircraft Company 3 レターアイデンティファイアーオアテレフォニーデジグネーターアサインメンツ &US スペシャルテレフォニーコールサインズアメリカ合衆国連邦航空局2012年12月28日閲覧 ABC アビエーションセーフティーネットワークフライトセーフティーファンデーション2012年12月28日閲覧ありがとうございます